前どうもジョン・クローズの太田とテキータウン山本です。ですね、はいはい、今回はですね、聞いてきました。はい、世界一、はい、うまいと思われる、はい、唐揚げの作り方を、その世界一うまい、はい、唐揚げ屋さんなので、いや、中華料理屋さんかな。中華料理屋さん、ね、普通秘伝とかそういうので教えてくれないと思って、はい、うん、恐る恐る聞いたら、はい、全部教えてくれました。まあ、あとはね、調味料とかってまとめちゃったところがあるんで、うん、そこはアレンジしないといけないんですけど、はい、衣のね、具合とかがね、はい、すごく良くてね、あれはね、世界一美味しい、本当に、うん、ということで、今日は3人で手分けしてそれを作ってみようと思います。はい、美味しいやつね、今日は美味しい回だから。さあ、じゃあやっていきましょう。はい、まずボール、必要な材料、鶏肉とラードです。鶏肉は ラード。ですね、まず、卵を、はい、M サイズの卵を、はい、使います。はい、多分ね、サイズ効いてないから。そうだね、それ結構重要なところ変わってくるよ。うん、M サイズの卵を5個、5個いきます。これ早いよ、これ早いよ。ちょっと待って、俺も生パン粉もびっくり。そうかな。そうかな。あの人たち多分こんなだよ。はいはいはい。で、次に、はい、片栗粉225g です。もう戻さないのね。まあ、用だだからね。俺が言うたら、俺はぴったり。さあ、そうしたら、はい、ぜひこれ混ぜてください。はい、あ、その時にもう塩コショウも入れちゃいましょう。はい、多分入れてるっぽいから結構入ったな。入れちゃおう。あ、そんな感じ。はい、OK です。はい、こんな感じです。ちょっと旨味調味料も入れときましょうね。ズルするわけですね。良いですね。うん。そしたらもう、いいんじゃないかな、こんな感じ。はい。ジャポンしちゃうわけですね。鶏肉ドン。はい。飛ぶよ。飛ぶよ。鶏肉だけに。大丈夫。これで、まあ、全体つけちゃいましょう。バラしながらつけていくんだ。はい、じゃあそのままちょっとつけ置きしましょう。はい、で、そうしましたら、揚げるためのラードですね。油の温度は170度。じゃあちょっと入れてきますよ。はい、良さそうなのでお願いします。楽しみだわ、これは。いいよ。おお、必ずあのこのこここのわーこわーこガッサガサにされる。傷だらけになるし、やけどもするし。でも食いたい。うん、で、最後になんかやることがあるんですよね。最後にやることが、またお楽しみ。濃いよ。あ、醤油入れるのがするから。ストップ、いい、早めに言ってよ。醤油ちょっと入れ忘れたんで入れました。いたします。おお、いや、これっぽいね。これっぽいよ。これが途中経過です。揚がった状態、こんぐらい、なんかモコモコ、それをだ、ごま油、はい、揚げたのに、ごま油を絡める。で、また最後塩を。振り方も真似してきてる。まあまあ、あえたらとりあえず置いてだ。完成ですよ。完成。食べてみようじゃないか。しゃべっぽいね。うん、でも、ぽいぽい、うまい。うん、これだということで、皆さんもぜひ作ってみてください。
これは美味しい料理です、うん、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。